危ねー、ピッピってやった方がいいのかな、すみません。本当慎重に運転しないといけないから、なんか素敵な海岸なんて見てらんねー。うまく撮影できてることを祈ります。こっちの海岸はめっちゃ混んでますね。ホテルもいっぱい見えるし、ホテルっぽいもの、ホテルなのかな、あ、なんかマンションなのかわかんないです。おう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 、これ通れんのか、なんか工事して、工事してねえか、これこれまっすぐ行けんの、通れあるしな、通れあるのダメじゃねえ、これ慎重に慎重に、あ、ダメなの、初心者には大変辛いですが、ここから頑張って頑張って、ちょっと、走る予定が、いや走ったけど1分ぐらいで終わりました。房総半島海沿い来ました。おお、なんか変なペットボトルありましたが、うまく回避できた。ああ、ここら辺取れてるといいな。おお、すごい、こう降りてきて、わー下に海見えるぞみたいな。あー、いいね、鴨川オーシャンパーク。あー、鴨川オーシャンパークはスキップでいいかな。次の目的地は道の駅なんですけど、ローズマリーだったかな、道の駅みたいな感じらしいです。ただまあ松島は多分絶対カメラ撮れてないですけど、結構いいです。思ったよりもいい感じの場所でした。なんか最初に行った洞窟よりも僕は好きですね。やっぱ海好きだからかな、なんかいい感じでした。海に岩山あるみたいな、そういう小島があるみたいな、そういう景色好きなんですよ。まあ、松島がまさにそうなんでしょうけど、東北旅行でちょっと松島行く予定なんで、まあ、楽しみですね。できれば松島が見えるいい感じ、いい感じホテルに泊まりたいが、ちょっとホテルの優先度とかも考えて、いろいろ考えていかないとですね。なんか伊豆方面より車少ない気がしますね、こっち。なんか伊豆方面とかだったら、東伊豆とか春走った時はもうちょっと混んでて、こっちは全然、今こそピークシーズンだと思うんですけどね。いや、普通逆向きから来るんですかね。なんか僕の方の車線誰もいないっす。なんか海沿いに、まあでも海沿いに見ようと思ったら、おうおうおう、あ、道の駅あっちなのね、あ、あそこなの、あ、おおお、青い、はい、いや、いい感じじゃないですか、ここら辺。三浦半島の方とか、こっち側とか、房総半島の、東側とか、なんか穴場な気がしてきましたね。めちゃくちゃいい場所ってわけじゃないですけど、なんか穴場的な感じなんで、結構こう引きにするとなんかいいかもですね。コスパ的にいいというか、狙い目穴場って感じでいい気がしますね。これこのまま真っ直ぐでいいんだっけ。まあなんか下手に海沿い行きてえぜって言うと、すごい狭い道に行っちゃって、また傷つけちゃうとかなっちゃうと本当死んじゃうんで、もう傷つけたくないんで、うちの子はちょっと車検終わって、ちょっと傷をもうちょっとちょこっと直したってか、多分ペンでちょっと塗るぐらいなんですけど、あたりでちょっと傷周りの話とか、初心者買うとどうなるとか、中古車どんな感じで買いましたとか、そういう話をそろそろした方がいいんじゃないかな。半年
縛って半年動画にしようかなと思ったんですけど、半年だとちょっと先なんですよね。2月末に買ったんで8月末9月とかになっちゃうんで、ちょっと先だなと思って、今7月末ですけど、すげえ、和田浦道の駅、ワーオ、和田浦道の駅ワーオ、ちょっと止まりますか。やっぱそういう悪路とかも走ったりするのか、そういうレジャー向けなキャンプとかするぜみたいな方が、ね、道の駅みたいなところに来たんですけど、あれだな、ワーオ、すごいここに来たかったわけではなくて、単にトイレ寄りたかったんだけなんで、ちょっとチラッと見て、なんとなくせっかくだしチラッと見てみるか。あ、無断撮影お断り、はい、ダメでした。まあこんな感じみたいです。ちょっと見てきました。1億2000万人の磁石ファンの皆様には申し訳ないんですけど、磁石ありませんでした。で、あと鴨川よく考えたら素通りしちゃって磁石買うの忘れちゃったちょっとごめんね、カモが。また多分行くので、その時に地域貢献を、磁石地域貢献なのかな、まあもうちょっと磁石地域貢献をしようかなと思います。あ、和田浦ってクジラ、めっちゃクジラいっぱいあるんですけど、あこれ本物なの、ひょっとして。いや、もう模型だと思うんですけどね、クジラの骨とか。いや、クジラでかいな、こうして見るとすげえな。もう一回映すか。あ、クジラ資料館とかもあるのね。うわ、でっけえな。あれ、クジラって足ないの？あ、なんかお化けみたいになんか腰骨みたいなのあるの。そうだよね、足いらないもんね。ローズマリー公園に向かいます。そんなに遠くないらしいです。南房総市、結構道の駅多くて頻繁に道の駅活用できそうで、そこはいいですね。お、なんでこうはみ出てんの君。お、ちょうどで、はい、お、なんか助かった。そう、房総ってか日本の海岸線って割とこの津波用の防波堤とかが結構高くて、海沿い走っても海見えないんですよね。いやー、ここ廃屋180円か。あー、これラワライン引いちゃった。そして後ろから誰も来てない、最高。今のカーブもなんか急すぎたみたいで、ハンドルが IDM に怒られました。おお、いい道やん、いい道やん。 IDM に怒られたけど機嫌良くなりました。ゆっくり走ろうぜ。ここ制限速度いくらなんだろうっていうところで後ろから車来るし、もうなんかもう10キロぐらいそろ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 行きたいわって感じの、ええ道やん。あ、50っすか。50って見えたんでね。お、お、今 ND、 黒の ND、 八重できました、八重できました。映ってないけどね、多分映ってないけど、八重できた。いや、向こうもさすがにオープンはしなかったっすね。無理っすね。もうちょっと、いや、いい感じに曇ってきたな曇ってきて嬉しいってなかなかないっすよね。あ、なんか野営で嬉しいとか言ってたら花がなくなっちゃった。フラワーラインなのに。あ、でも多分別の季節だとここら辺別の花が咲いてるのが、そういう多分設計がされてるんでしょうね、多分。いやー、でも野営すごい久しぶりだな。まあ別に花あるだけで終わりでしょうけど、なこと言ったらこのフラワーラインも花あるだけだし、いやで、え、これどこ、あ、まだもうちょっと、あー、バッチリやった。
はい、来ました、花丸市場。ちょっとこれがね、塩菜キャンピーキャンプフィールドとか、多分農産物直売場のところに止めた方がいいと思うので、ローズマリー公園案内図、パーキングエリア向こう。これはどういう位置づけなの、この花丸物産なんたら。おお、あれっぽいな。あれに入るには、あ、駐車場にいいって書いてあるな。あれだ、まんまだ。あ、いけるいけるいける、俺でもいける。いやー、広い道ありがたい。ありがとう、広い道作ってくれた人、ありがとう。補強事業万歳、ありがとう。あ、結構駐車場余裕があるんで。いや、これ潰れてるんじゃない、これ。あ、いや、人がいる中に人がいた。間違えた間違えた、ここじゃない。トイレとかあるし、めっちゃ公共施設感があるんですけど。あ、地図いるか。花丸市場、あったあった、ローズ全然遠いやん。だからフラワーラインだから、あの入り口のところやなんだろうこれ、多分これかつてローズマリーなんたらの施設だったんだけど、ここは閉じたとか。今度こそローズマリーなんたらを見てやる気持ちでいっぱいです、でも季節が本当に合ってるんでしょうか。多分合ってない気がする。なんかスイカ、スイカいいんだよ、いちご狩りもできるらしいですよ。どうも、そういったことかとこだ、そういったのが好きなご家族連れの方、どうぞ。なんかここら辺がそのローズマリーなんちゃららしいのですよ。ちょっと涼しくなってきた、やった。ひょっとしたら浜辺に行く頃には、もうちょっと南房総っぽい先に行く頃にはオープンできるかな。ちょっと気温下がってるかも、ありがたい。しかしまあ別にローズマリーって感じもせず、なんか綺麗な教会風建物を中心とした西洋風田園って感じですね。これわからん、まあ、ちょこっと残ってた。まあこの暑さじゃね、花も散るよ、暑いもん。あ、ローズマリーホールとかある、これっぽい。まあちょっと素敵な、なんか庭園があるよみたいな、そういうことなのかな。行って、花結構、花ってか植物ってんな。なんか園芸好きな方どうぞ。まあ、特に、撮影禁止とか書いてないんで、撮りますか。あ、結構農産物とか、中心っすね。あ、いや、ちょっと涼しくて、いいや。ちょろっと休憩するにはここいいかもですね。お、磁石がありそう。磁石あるかな？南房総の磁石って多分持ってないと思うんだよな。とはいえないっすね。お茶がいっぱい売ってる。それは好感度高い。しかし俺には家に帰ったら台湾茶がいっぱいあるんだ。あれからあの、ネット通販みたいなので、台湾系のお茶とか、また買っちゃいまして。ちなみにあの、あ、あいも、あの、9分のあいも茶屋っていうところで、台湾ウーロン茶みたいな冷やしたやつ、うまいうまいって飲んでたんですけど、あれ分かりまして、ファミマで同じの売ってます。ファミマの台湾ウーロン茶ってあの、冷たいやつ、あれ、ほぼ同じでした。ファミマの台湾ウーロン茶100円するかしないかって、あれ、あの、楽しそうに飲んでます。いやー、9分懐かしいなとか思いながら。磁石がない。え、なんか蝶々が店の中にいるんですけど、これナチュラルに見てびっくりした。蝶々が花間違ってるなんか人類の罪っていうのをちょっと、ああ、すげえな。いやー、結構こういう店の中にこんな綺麗な黒いアゲハチョウみたいなやつ入ってんの、結構感動。ええやん、ええやん。これがローズマリーとかの花の力か。なんかいいな。ただ磁石ないんですよね。なんかローズマリーっぽい。ローズマリー、全然ローズマリーじゃないけど。あのちっちゃいなんか緑のボールみたいなやつ。これローズマリーなのかな？なんか花畑っぽいものかな？たくさん奥の方にありました。たくさん、まあまあ、ちょっとしたものも。あ、あっちにある。あれか。あれか。これか。
ズマリーなのか多分。シェイクスピアバースプレイス、絶対こんなとこでシェイクスピア生まれてないと思うんですけど、英国風庭園ってことなの、わかんないですけど、うん、なんかええやんええやん、もうちょっといい気分になります、ちょっとだけいい気分になります。なんか南房総で道の駅いっぱいあって、どこ泊まろうと思ったらこのローズマリーいいんじゃないでしょうか。あっち何なんだろう、結構手が込んでますね。展示室、はい、来ました。自動が開きました。誰も見てません。誰もいません。あ、シェイクスピア的なやつなんだ。ああいいわ、入ってきた瞬間にお前なんか死ねばいいみたいなセリフが飛び込んでまいりました。これ何、シェイクスピアメモワール、何の縁があってシェイクスピアのなんかちなんだ何かを作ろうと思ったんですかね。あ、ここフォトストップスポットなんだ。でかい建物ですが、展示されてるのはあれだけって感じで、経営の危機みたいなのを感じざるを得ませんね。みんなで通って支えてあげましょう。みんな南房総のこのローズマリー、道の駅ローズマリー公園にじゃんじゃん来てください。お願いします。素敵なとこです。あの遠くの建物邪魔だな、工場みたいなやつ残念だな。お土産屋さんで1000円以上買うか、ジャフ会員だと50円引きでソフトクリームが食べられるということなので、このミックスソフトというのを頼んでみました。ビバとなんか牛乳らしいです。あのちゃんと左右食べ分けることでミックスで、あの楽しめます。両方の味が別々に。結構涼しくなってきていい感じになってきました。オープンできるかもしれません。楽しみです。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは旅ロードスター中心に発信していきます。心をオープンカーのように開いて、いいね、チャンネル登録お願いします。